歯磨きして外に出るんですよ。靴履いて散歩行きます。そうだろう、マジ。マットーケン、お、来た。マットーケンだそうですよ、皆さん。こんにちは。こんにちは。りなです。ももです。ということで、はい、今日は2人でラジオみたいな感じでお話ししていきたいと思います。お願いします。インスタグラムの方で事前にトークテーマだったりとか私たちへの質問の方を募集させていただいたので、今日はそちらを答えていきたいと思います。はい、はい、トークに慣れてないので私たち2人ともうまく喋れるかなっていう感じなんですけど、はい、お手柔らかに、お手柔らかに聞いてください。はい、頑張ります。頑張ります。ということでですね、まあ、なんで今回こういう企画しようっていう話になったかと言いますと、私たち結構いっぱい YouTube の動画をワイパーのチャンネルの方にアップし始めたんですけど、そもそも私たちのことって皆さんちゃんと知ってるのかなっていうところもあり、そうだね、はい、それで、まあ、自己紹介とかもしたことがなかったので、うん、ちゃんと自己紹介をする場所がなかったっていう感じなので、うんうんうん、今日は質問に答えながら私たちのことを少しだけお話ししようかなっていう回になっております。はい、はい、ということで早速質問答えていっちゃっていいですか。いきましょう。はい、ではまずですね、これは来た質問じゃないんですけど、お名前は改めてりなです。はい、りなさんです。はい、もう大丈夫、うん、りなさんです。はい、りなさんです。りなしです。りなさんはもうワイパーのモデルをずっとされていて、皆さんも知ってると思うんですけど、私がももです。うん、ももちゃんです。はい、何月だったっけ。3月。3月、3月に初めて撮影しましたね。うん、じゃあ今3ヶ月目。3ヶ月目、早っ。すごくない？なんかずっといるような感じがするんだけど。確かにすごい馴染みが早い。馴染ませていただきました。うん、素晴らしい。だいぶもう皆さんの優しさに甘えております。いや、本当にももちゃん入ってきてよかったって思う。嬉しい。本当に女の子一人だったからさ。そうですよね。うん、いや、りなさんがいてくれたんで私はここに来ようと思ったので。嘘でしょ。いや、本当ですよ。私ずっと見てたんですから、インスタ。本当。めっちゃ指輪回ってる。はい、ということで、すいません、はい、話がそれましたが、うん、りなとももで、はい、りなももっていう感じで、うん、くくりで動画上げさせていただいております。はい、はい、っていうことで、で何回言うんだっていう、うん、まあ早速ね、はい、答えていきたいと思いますので、はい、最後まで見てくれたら嬉しいです。お願いします。お願いします。じゃあ一つ目の質問、はい、ワイパーの実店舗によくいらっしゃいます？これすごい多かったね。すっごい一番多かった質問だったので一番最初に読ませていただいております。うん、で答えとしては、うんうんうん、いないんですよね。そう、2人はワイパーの店舗のスタッフではないです。うん、はい、そうです。そうなんです。うん、なんか難しいね。難しい。何て言えばいいのか。基本的に店舗の方にはマルさんっていう方がいらっしゃるんですけど、そちらの方がメインで立っていて、まあ、あとはたまに中村さんとかも入ってるんですけど、うんうん、私たちはワイパーのショップスタッフではないのでいないんですよね。うんうんうん、モデルをメインでやらせていただいてるので、はい、もう本当に私たちが関わってるのは撮影の週1回って感じかな。ですね。うんうん、私たちは ZOZO タウンの方のモデルとして最初はワイパーと関わっていて、うん、それで、まあ、YouTube とかもやってみようかっていう感じで2人で始めて、ワイパーのチャンネルの中で動画アップしてる感じになるので、うん、基本的に店舗に立ったりとかはレギュラーではないですね。うんうん、でもなんか今後ちょっとね、うんうん、そういうなんていうかな、場面、ん、そういう場をね、うんうん、いただけて皆さんに会えるように頑張れたらいいなってすごい思う。確かに、うん、結構コメントとかいただく方とかもいらっしゃるし、女性のお客さんとかも
私たちが店頭に立つってなったらね、うん、来てくれる機会があるんじゃないかなと思うので、うんうんうん、これから、まあ、イベントとかも6月末控えてますので、うんうん、そちらはちょっと私たちも参加する予定ですので、うん、はい、お楽しみに、お楽しみにっていうことで私たちは店舗には立ってないです、うん、っていうお話でした。はい、はい、ではこれが、はい、一番多かったです。はい、次、ワイパーで働こうと思ったきっかけは何ですかっていうところです。何でしょうきっかけ。これももちゃんはどう。私はもともと、私今大学生なんですけど、うんうん、大学行きながらなんか今もいろいろなんかやってることがあって、その中でワイパーのモデル募集に応募して、うんうんうん、そこからモデルになって、でもともとちょっと個人的にアメリカに留学していた時から YouTube をやっていて、うんうん、まあ、その YouTube の関係とかをこう面接中にお話ししたら、なんかじゃあなんか動画とかもやってみるみたいな話になって、うんうん、今ワイパーの YouTube チャンネルにちょっとだけ出させてもらったりとか、うん、あとはこうやってりなももチャンネルの編集は私が担当していたりとかして、うんうん、もう撮影も編集も2人でやってるみたいな感じで、そういう関わりで、うんうん、ワイパーとは今も深く関わらせていただいております。うわー素晴らしい、なんか面接みたいだったよ今超真面目に話してしまった。素晴らしい。あ、そうですね、なので、うん、最初はモデルがきっかけだったんですけど、うんうんうん、そこから動画もやってみるみたいな感じで今の動画チームみたいなところに一応いるって感じのモモっていう人間です。うんうんうん、はい、すごい、行動力って大事だよね。行動力、うん、何につながるか分かんないからさ。確かに、なんかモデルで入ったけど、そうそう、みたいな感じで、うん、ようやくじゃないこうやってりなさんと2人で、うん、YouTube とかも撮れたりして、すごく毎日楽しく過ごしてます。はい、はい、りなさんは。私はもう完全に入り口はモデルですよね。そうです、そうです。もともと安武さんがなんか声かけてくれた、うん、ですよね、って感じで入ったのかな、うんうん、もう伝説的な話。いや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 、安武さんがりなさんを見つけてりなさんはもうずっとワイパーのモデルとして活動をされております、うんうん、はい、っていう感じでお互いにモデルがきっかけでワイパーに入って、それで今いろいろやってるっていう感じになります、うん、はい、はい、説明になってるんですかね。まあまあまあこんな感じですよ今日ずっと、ね、初めてだからね。初めてだから、うん、でも結構これから2人で話すときとか全然盛り上がるので、うんうんうん、もういつも通りのテンションで話します。はい、今ようやく緊張解けてきましたね。ね、乗ってきた。乗ってきました。乗ってきたそうです。乗ってきたよ。はい、では次の質問いきたいと思います。はい、今ハマっていることものありますかっていうことです。うんうん、今ハマっているものなんかありますか。ハマってること、てかもうこれ趣味。うんうんうん、趣味だね、ほぼ趣味。ハマってること趣味ありますか。私はもう釣りと、うんうんうん、最近始めたエイペックス、おー、うん、ドハマりしちゃってます、ね、ドハマりしてます。マジで寝不足そんなにエイペックス始めたらマジで寝不足。エイペックス、私あんまりゲームしないんですけど、うん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 、え、もう通信オンラインとかでやるって感じですか。あ、そう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 、全然知らない人とかと行くし、友達とも行けるし、うん、へえ、戦闘ゲームですか。うんうんうん、あとね、3人1組、うん、かける20組へが一つのフィールドで生き残るみたいな、うん、戦う。そう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 、へー、すご、楽しい。武器とか集めたりするってことですよね。そう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 、武器集めて。なるほど、やってる人いるかな。あ、やってる人いたらコメントで、うん、そうそう教えてください。もしかしたらたまたまりなさんと出会うかもしれない。いや、そう、間違いない、一緒に行っちゃうかもね。いいですね、うん、なんか私もゲームとか始めてみようかな。うん、もんちゃんは最近なんかある。私はそうですね、私何にハマってるんだろう。趣味は、うん、DIY 好きです。あー、いいね。なんか棚作ってたね。棚作りました。うんうん、なんかお家が最近というか、まあ、新しい家に引っ越したので、そこのお家を何にもないところからかっこよくしていくのが最近好きで、うん、
土日とかは毎回何か作ったり、うんうんうん、なんかホームセンター行って買い物行ったりとかして、なんかかっこいいもの作ってます。楽しそう。超楽しいです。でウィーンみたいなするわけ。そうウィーンとか、うん、なんか塗ったりとか、はい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 、そういうのをやってます。いや憧れるそういうの。なんか私そういうのなんか一個でもなんていうの組み合わなかったりしたら、うん、もうやめちゃいそうなかなかやれないの。いや失敗しますよ普通に。本当、うん、すごい失敗するけど、うん、まあ、なんかかっこよくなればいいか最終みたいな感じで楽しくやるのがハマってます。素晴らしい、はい、最近ハマっていることはりなさんはゲームとか、うん、まあ、釣りはもうずっとしてるけど私は DIY とか、うん、そういうのにハマっております。はい、はい、次いきます。次は近い将来の目標は何ですか。近い将来の目標、これはありますか。近い将来の目標、目標って難しいですよね。難しいね。でも、うん、なんかこれやってみたいとかいうことだったら私はあって、うんうんうん、私は今その個人的に YouTube とかもやってるんですけど、うん、こうやってワイパーとかで話すとか、はい、うん、なんだろう声の動画だったり声の、まあ、ラジオとかもそうですけど、うんうんうん、そういうの楽しいなって思ってて、いつかなんかラジオ出たいなって思います。わーいいね、うん、もうこれは本当にただの夢、目標っていうか夢、うんうんうん、近い将来自分で自分のチャンネルでラジオやってもいいなと思ってるし、うんうんうん、まあ、なんかどっかのラジオ番組とかなんかいつか出れたらなって思います。久しぶりにあこれやってみたいなって思えることに出会えたなっていう感じなので、うんうんうん、いつかやってみたいなっていう目標があります。いいね。はい、りなさんは目標ね。目標かけどこの間話してなかったですか。釣り系。釣り系そうね。なんかもうちょっと釣りを頑張って上手くなって、まあ、そういう釣りに関われることができたらいいなっていう感じ。何かがなりました。ダメってこと？ダメってこと？いいよってことじゃないですか。いいよってこと。釣りに関わる系。そう、釣りでまあね範囲広げられたらいいかなみたいな。自分も楽しいことをして、うん、ね生活できたらいいよねって思うけど、まあ道のりは遠いよね。いや遠いけど口に出すことは大切ですよ。確かに。うん、うんうん、ということでりなさんは釣り系の何かお仕事とか、そうですね、うん、なんかつなげられればいいなっていうのがまあ目標ではあります。見たいですもん皆さんの釣りの姿。だってこんなに可愛い方が釣りをしてシャーみたいになってるのとかも需要でしかないですよ私からしたら。いやいやいやっていうので見てみたいのでぜひいつかやってください。ちょっと見せれるぐらい上手くなります、うん、いつか釣り密着とかするんで、うん、あマジ絶対楽しいですよ5時間ぐらいいるから海に耐えますということで近い将来の目標でした。はい、はい、次いきます、うん、お二人ともスタイル良くて憧れます。お二人のカラーと骨格診断気になりますっていう質問いただいております。うんうんうん、二人ともスタイル良くて憧れます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。カラーってことはパーソナルカラーとか骨格診断のことですね。うんうんうん、あるよね今。りなさんパーソナルカラーなんですか。なんだろう、もうなんか本当それこそ釣りでも日焼けしてるから自分が何色なのか分かんないんだけど、なんだろうね、イエベだとは思う、うん、でも正直イエベでもブルベでもどっちも似合う人いるじゃないですか、うん、多分りなさんそっちだと思うんですよ。あ、そんな人いるんだ。いると思います、なんかどっちもみたいな。なんかちゃんとそういう診断に行ってみたいね。うん、確かに、うん、なんか大体皆さん自己診断ですもんね。そう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 。けど行ってみたら意外とイエベだと思ってたのにブルベだったとか、うん、逆もまたありますけどそういうのもあるんで、うんうんうん、なんかまた今度やってみれたらいいですね。うん、やってみたい。でも私はりなさんどっち、イエベ、イエベだと思うけどな。なんか別にそんなに白くはない気がする。でも暖色系似合いますもんね。うん、かな、うん、でもなんか着る色によってはくすんで見えたりとかするから。あー、なるほど。そう、やっぱり診断に行かないとね。確かに。ももちゃんは、私どっちだろう。
私イエベじゃないですか。どうなの、真っ白よけど、うん、なんかよく言うのはリップの色がピンク系が、うんうんうん、青みピンクが似合うのか、うんうんうん、なんかオレンジっぽいテラコッタ系が似合うのかで分かれるっていうじゃないですか、うんうんうん、オレンジ系がイエベなんだ。そうです、うんうん、私はもう青みピンクとかいうよりかは割とオレンジ系のとか茶色っぽいリップが似合うので、うんうんうん、勝手にブルベじゃなくてイエベかなって思ってます。あ、確かにあんまりピンクのイメージないかもしれないですよね、うん、メイクは、うん、なのでどうなんだろう、それもまたけど、まあその時に似合ってればいいのかなっていうのがあるので、うんうん、そうそうそう、自己満だよねメイクとかもね。そう結局そうだから、まあでも確かに気になるので、カラー、うん、で骨格はこの間話してたんですけど、ウェーブじゃないって言ってましたよね。そう、うん、結構その撮影とかでも私物っていうか、その撮影のアイテム、撮影用のアイテム、レディース用であるんですけど、うん、それとかも2人とも似合うものが多いので、うん、そうそうそう、私たち骨格一緒なんじゃないみたいな感じで結構話してて、うん、ウェーブかなっていう、ウェーブっぽいよね多分、っぽいなっていう感じはあるので、うん、ウェーブっていうことにしておきましょうか。そう、ウェーブの方はぜひ参考に、ぜひ参考にしてください、うん、けどなんかいろいろねできますよね、何でも。そんなにあんまりこだわらとらわれずに着てほしいかなっていうか、確かに、うん、私たちもそうしてるので、うんうん、いろんな方に参考にしていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、答えになってるんでしょうか、うん、なんかね正確には分かんないから何、ね、とも言えないけど、うん、けどまあいつかそういう診断とかも機会があったら行ってみたいなって思います、うん、はい、はい、では次行きます。スタイル維持の方法をお聞きしたいです。スタイル維持の方法、これは何でしょう、ありますか正直。いやー私運動もしないし、私もしない、ジムとか行って、ジム昔行ってたけど、うんうんうん、もう今やめちゃいましたね。え、続かないよねあれ、続かないですけどまあ歩くようにはしてます。あ、なるほど、うん、意外と歩いてるかもしれないです。移動とかってこと、それは移動とか、うんうんうん、なんかバスも好きなんです、バスとか電車も好きなんですけど、うんうん、結構歩きます、うんうん、歩くの平気なんで、うんうんうん、歩くのがもしかしたらいいのかも。そうね、確かに、うん、歩いてたらだいぶ違うね、うん、リナさんは。私はねスタイル維持、まあでもけど食事とか結構意外とこれは食べないみたいなやつあるじゃないですか、うん、あるあるある。なんか体揚げ物系とか、うんうん、塩辛いものとかは、うん、なんかその体に悪いとかじゃなくて、うん、そもそも好きじゃないから、あーなるほど、そうそう、多分避けてはいる、避けているっていうか食べてないから、好んで食べてないみたいな。そう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 、好んで食べないからいいのかも、ね、じゃあそれがもしかしたらこのスタイルの、うん、維持の秘訣かもしれないですね。はい、はい、答えになってるのか参考にならないよね。参考にならないかもしれないけど、けどまあ歩いたりとかするのも割とね見逃しがちだけど、うん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 、意外と歩いてみるとこう脂肪燃焼されるとか言うし、うんうんうん、なんだかんだ食事も多分やっぱり一番大切だし、うん、なんかちょっとしたコツかもしれないけど、はい、てか維持できてないし、そもそも結構ブクブクしちゃったりする時とかあるのでそうそう、でもそれはなんかやっぱ気づいてそれなりに気をつけてはいるよね。うん、そう、うん、あ、とか自分を見る機会がやっぱ多いから、あ、写真撮られたりするとそれある、それで、うん、あ、やばいってなって体重とかじゃ見えない見た目の変化とかで、うんうん、あ、ちょっと気をつけないといけないなとか思ってやるっていうのあるかもしれないですね。めちゃめちゃそうだね、うん、めちゃめちゃそうだねって、なんか太ったかもとか写真見て、うん、完成した写真を見て思ったりすることがあるので。そうだそうだ、結構毎回その ZOZO の撮影の後に写真送られてくる時に見るけど、うんうんうん、わ、なんか太ったなとか、うん、ありますよね、顔丸いなとかあるもんね。ありますあります。そうだね、うん、もしかしたら一番のスタイル維持の秘訣は自分をめっちゃ見ることかもしれない、うんうん、ね、お風呂とかでもいいからね、うん、ちょっと背中の方とか、うんうんうん、下半身とかもね気にしてみるといいかもしれないです、うん、気持ち的に変わるんじゃないでしょうか、うん、はい、はい、ということで次の質問です、はい、スキンケア何されてますかってことですね、うんうんうん、何使ってますか。スキンケア系はもうほぼ韓国のコスメ、うんうん、なるほど、使ってます。
私めっちゃ気になってました。リナさん何やってるんだろうって。韓国系が多いんですね。そう、韓国の美容液と化粧水、うんうん、だけ。もうあとクリームとかオイルとかは使ってない。乳液とか、やっぱシンプルがいいって言いますもんね。うん、ベタベタするしね。確かに、うん、なるほど。ももちゃんは？私はキールズをずっと使ってます。うんうんうん。20歳になった時、20歳になるちょっと前に自分のスキンケアをこれだっていうやつを1個見つけたいと思って、うんうんうん、いろんなブランドを探してて、なんか憧れのあったキールズをちょっと高いんですけど、うん、高いよね、うん、頑張って使ってます。なんだバシャバシャ使えなくない？そう、もうなんかチュ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 ぐらいで使ってます。でもやっぱそれを使ってると、うん、自分の中ですごい気分が上がるので、うん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 、そういうワクワクを大切にしながらスキンケアしてます。はいはい、はい、自分の肌質に合ったものを使うのが一番、うん、本当そうですよ ね。何使ってるかっていうよりかは、うん、ね、いろいろと自分に合うものを見つけてみるのが一番のスキンケアになるのではないでしょうか。はいはい。何言ってんだっていう話ですけど次の質問いきます。はいはい。この辺結構美容の質問が続きます。はい。美容で心がけていることはありますか？心がけていること、でもそれもさっきで言ったこととつながりますよね。うんうん。自分に合うものをとか、うんうん、自分を見るとか、うんうんうん、そういう感じ。あとチョコ食べない、ジュース飲まない。私はもうそこを徹底してる。え、すごい。私全然チョコ食べちゃうし全然ジュースも飲んじゃう。うんうん、まあ好きじゃないっていうのもあるんだけど。あ、それが一番強いかもですね、うんうんうん、もしかしたら。私は美容で心がけてるのは、朝一番に口にするものは必ず白湯っていう風に、あ、なんかよく言うじゃないですか、うん、そう。だからなんだろう、そもそもあったかいお湯、うん、あったかいお湯が好きなんですよ。へえ。なんか一番美味しくないって最近気づいて、コーヒーよりお湯が好きです。あ、なんだかんだね。一周回って水だなみたいな。一周回ってめちゃめちゃ美味しいやんっていう。あったかいしっていうので、うんうん、あのこれも努力とかではないんですけど、うん、普通に朝起きたらもう眠い目こすりながらケトルでお湯沸かして飲んでます、うんうん、へえ。はい、それだけです。いいね。ちょっと真似してみます。真似してみてください。変わるかな、わかんないけど。はい、ということで心がけてるというか、うん、なんか自然とやってることでした。はいはい。モーニングルーティーン教えてください。モーニングルーティーン、もちゃん白湯飲んでどうすんの？白湯飲んでどうすんの？私はですね、朝6時ぐらいに起きて、うんうん、学校が毎朝9時からなんですよ、うんうん、で6時に起きたら3時間あるんで、だいたい朝起きたら白湯飲んだ後に歯磨きして外に出るんですよ。靴履いて散歩行きます。そうだろう、マジ。家の近くにいい場所があるんですよ、うん、でなんかそこの雰囲気とか空気感がすごく好きで、うん、そこにとりあえず行きます、うん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 、雨が降ってたらベランダ出るだけなんですけど、うん、まあ大体6時から6時半ぐらいの間に起きて終わり、外出て帰ってきたらもう普通の生活します。朝ごはん浴びて、朝ごはんは食べる日もあるけど、うん、まあ、基本ただバナナ食べたりするだけ、うん、で終わり。そのまま学校行って、学校終わったらなんかしてみたいな。素晴らしい朝だねそれ。いや、それは充実しそうな始まりだ、うん、ただ起きて終わり、起きて外出るだけ。目覚めがとにかく悪いんですよ、うん、なんでもう起きたらもうとりあえずお湯飲んで外出れば元通りみたいな、うんうん、昼ぐらいの気持ちになるんで、そういう感じです、はい、すごい。皆さんは？私はもう家出る、うん、15分前ぐらいに起きて、意外。バタバタ顔洗って、うん、バタバタ着替えて、うん、もうメイクもしないんですよ普段。あ、撮影の日以外は、うんうん、もう日焼け止めだけ塗って、うん、バッて出る感じ。やばいよね。いや、やばくないね。多分私も少し前までそうでした。あ、そう。もうとにかく起きれないんですよ。うん、だから起きれなくてもうめちゃくちゃバタバタしながら家出ちゃうんで、うんうんうん、もう奈良も早い時間に起きて散歩するっていう。うん、でも結局準備はギリギリですいつも。
何やってんだよ言ってる場合じゃないよって外にという感じですね、うん、まあでもモーニングルーティーンなんてみんなグダグダですよね。ねえ、みんな実際バタバタしてね、うん、ギリギリまで、うん、ギリギリまでゴロゴロしたりダラダラしちゃうっていうのが現実だと思います、うん、はい。私もいつまでこの散歩ルーティーンが続くんでしょうっていう感じですね。冬とか絶対出ないんじゃない。出ないですだって最近始めましたもんあ、そうなん、うん、最近 何ヶ月ぐらいになるのかな。まあ冬になったら多分どうでしょうね、その時また誰かモーニングルーティーン聞いてくれたらももちゃんまだやってっかなって、うんうんうん、もうバタバタですってなるかもしれないですねはい、ということでモーニングルーティーン、いい、ね、はい、うん、モーニングルーティーンでした、はい、次いきます。彼氏いますか。彼氏いますか。彼氏いますかあれでもこれは言ってますよね。うん、これは前の初めて撮ったラジオでも言ったんですけど、うん、私はもう結婚してます。はい、リナ様既婚者です、うん、はい、リナさん水飲むタイミングがすいませんはい、リナさんはもうご結婚されております。そうなんです。はい、なので彼氏というか旦那様がいらっしゃいます。そうなんです。これは意外とあの質問多かったので、うんうん、彼氏いますかっていう質問は。そう、なんか意外とね、もうね29なんで今年。そうですよ、見えないですよね。いやいや、見えますね。私最初に会った時、私リナさん全然もう近いぐらいの感覚でいたので、うーん、嬉しい、うん、びっくりしたっていう表現が正しいかもわからないけど、へっみたいなでももう本当にもういいお姉さんみたいな感じですごい優しくしてくれて、もう全然、はい、嬉しい、いつも世話になってます、こちらこそよはい、ということでリナさんはもう、はい、既婚者です、うん、はい、そうそう。ももちゃんはどうかな。私は彼氏はいます。います。います。あら、まあ、あら、皆さん残念でしたいやいやいやいますね。これも、うん、います。うんうん、はい、いますっていうことだけお伝えしておきたいと思います何の報告やで私に関してはもうおまけ的な。そうそう、いやいや、はい、質問来たからね、はい、答えとかないと。そうですね、うん、いるんですよって言っとかないとね。そうそうそう誰や誰やねんっていう感じで、はい、ということで次行きます。 LL と旦那さんですかいや、それマジで笑ってしまったんですけどこれはあれですよね、リナさんの方に来た質問ですよね。そう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 、LL ウッドさんは旦那さんではないです。はい、旦那さんではないです。しかもこの質問者の方は LL ウッド旦那さんですかって書いてあるんです呼び捨て。 LL ウッドさん旦那さんではありません敵視してるのかな LL ウッド旦那かよ確かにけしからんみたいな感じそう、はい、違うわって感じですね。安心してください。違います。安心正しいんですか、その言葉は。怒られる。怒られますよ。はい、LL ウッドさんはリナさんの旦那さんではありません。はい。はい、リナさんの旦那さんはまた全然別の方ですよ。はい、そうなんですよ。はい、どんな方なんでしょうか。ということで、以上です。はい。はい。次の質問は、これはですね、あのお互い、2人でも質問を募集したんですけど、うん、それぞれでも一応質問を募集させてもらったので、うんうん、そこでそれぞれに来てる質問を読んでいきたいと思います。はい、はい、これはリナさんに来てる質問です。はい、二階堂ふみさんに似てるって言われませんか。言われますね。言われますよね。恐縮です、本当に。いや、似てますあとこの間の YouTube の2人の動画のコメントにあったのが、西野七瀬に似てませんかって書いてあって、めっちゃ似てると思って。私、嘘でしょ。え、似てますよ。ありがたい、うん、申し訳ない。いや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 、ありがとうございます。めちゃくちゃ似てるっていうか、なんだろう、綺麗系なのに可愛いっていう雰囲気が多分似てるんだなと思って。うん、うん、似てますよね。言われますよね。わかんない、うん、わかんない。でも二階堂ふみはよく言われる、うん、あ、そうなんですね。たまに、うんうん、そう。じゃありなさんは二階堂ふみに似てます。え、もーちゃんなんか言われる、何に似てるとか。私小学生の時は、うん、あの水原希子に似てるって思って、あ、でもぽいぽいぽい。小学生、今はもう大人になったんですけど、うん、小中学生の時はなんか多分似てるって言われてましたね。写真見たい、今度見せてもらおう。見せます見せます、うん、はい、確かに雰囲気あるわ。本当ですか、うん、嬉しい、うん、なんかそういうのですね。でもあんまり最近は
ないかな、似てるとか分かんないですよね、誰に似てるとか。うん、そう、でもなんか一時期言われすぎて、二階堂ふみ、うん、いや似てますもん。そうだから、あの東京に遊びに行った時に、うん、あの麻布のピザ屋さん、うん、東京の麻布のピザ屋さんの予約の名前で私二階堂で予約したんだけど、なんか心なしかちょっとサービスみたいなのが多かったように感じた、うん、じゃあもうそれは二階堂ふみになっちゃったっていうことで間違いない。いやいやいや、なんかね、今思うと何やってんだろうと思うけど、ね、そういうこともしてしまいました。いやでも二階堂ですって言われて、うんうん、このりなさんが来たら、うん、あのびっくりしてサービスしちゃうかもしれない。わかんないけどね、本当のところは。そうそう、そうだといいなと思って。じゃあ私もいつか誰かの、マスク時代ですし、うんうんうん、誰かの名前を添って東京でサービス受けたいと思います。水原ですってさ、水原です、スンみたいな、ヒール履いてスンってやりたいと思います。何の終わり方やねんって感じだけど、はい、次行ってみるかっていう感じです。はい、はい、あ、これは私に来ていた質問です、うん、英語力の維持どうしてますか、うん、ラジオ楽しみにしてますっていうのをいただいております。英語ね、ありがとうございます。確かに、どうしてんの、英語力の維持ですか、うん、正直以前働いていたバイト先のところによくあの海外のお客さんとかが来てて、うん、もう日本に住んでる、うんうん、ずっと長く日本に住んでるけど英語喋れる海外の方とか、うんうんうん、とお話ししたりすることで、あのなまらなかったんですよ。へ、あの鈍らなかったっていうか、うん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 、けどそこはもうやめちゃったので、うんうん、最近その方ともお会いしてなくて、あんまり英語を喋る機会が言われてみればなくなってる。あら、あ、衰えたかもしれない。え、あの洋画とかはどう見るの。あ、洋画とかは英語で見て、うん、日本語字幕で見ます。あ、字幕なくてもいける。字幕なくてもなんか大体言ってることはわかるけど、うんうんうん、結構なんだろう、英語とかってロマンチックな表現とかで、あ、そう、ね、なんかこうふわんっていう表現があるじゃないですか。わかるわかる。そういうのはこうちゃんとグッとは刺さんないんですよ、まだ。わかります、なんか日本語訳ありき、うん、そうそうそう、うんうん、なのでですね、まあ、でもたまに分かるような表現とかがあって、うん、うわかっこいいってなったりするのはなんか好きです。だから字幕、日本語字幕で見ます。かっこいいね。はい、そういう感じですね、うん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 、これは英語力の維持どうしてますかって聞いてくださってるってことはね、いろんな私の出てるワイパーの動画とかも見てくれてる方なのかなっていうので、うん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 、これを知ってるってことは、はい、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では次、りなさんに来てる質問です。はい、りなさん、アジングするんですか。アジングします。アジングします。そう、最近はもうアジングばっかりで、アジング、エギングですね。エギングはわかるんですよ。うんうんうん。え、なんかこういうエギつけて、つけてイカを釣る。あー、なるほど、うん、え、アジングっていうのは何なんですか。アジングはアジ、アジ、そう、ルアーつけて、うん、アジを釣る。アジを釣る。そうそうそう、もうその名の通り。ってことは海に出る。うん、海、そう、ちょっと前まではあのバス釣りやってたんだけど、うんうんうん、なんか最近あの川、ため池、うん、とかの水を抜かれちゃったりとか、うん、本当に釣り、バス釣りする場所っていうのが少なくて。へえ、そうなんだ。そうそう、今はもう海行き出して海にはまってますね。なるほど、うん、だってりなさんバス釣りのイメージありますもん。本当、入る前から。うんうんうん。あ、ラジオ聞いてくれてた。はい、嬉しい。ラジオ聞いたりとか、なんかりなさん意外と釣りするっていうのインスタとかでも知ってて、うんうんうん、うん、最近はバス釣りより海で。そう、海にいるかもう家でゲームしてるかだからもうなんか休みの日は女子っぽいこと一つもしてない。いや、そこがりなさんの魅力なんですよね。こんなに可愛いのに、なんか意外と趣味が男っぽいっていうか。いや、そうそうそうね、そこが魅力だなって思うので、うん、これからもっとそこら辺に注目していけたら嬉しいです。私はその魅力を皆さんにお届けしたいです。ありがとうございます、はい、見たい方いっぱいいらっしゃると思うので。本当、需要あるかな。 ありますよ、コメントが多かったら、うんうん、りなさんの趣味企画が通るかもしれないので、はいはい、はい、見たいよっていう方はぜひ声を上げてください。頑張ります、はい、
ということで、うん、次いきます。はい、はい、これは私にいただいてる質問です。はい、いつも YouTube 楽しみに見てます。編集は何のソフトでやってますか？こだわりも聞きたいです、ということでいただいてます。うん、これはですね、多分私が個人的なインスタの方で募集したのに来てくださった方なので、うん、もしかしたらワイパーの視聴者さんじゃなくて私の個人の YouTube の視聴者さんかなって思って。うん、そうなんですよ、私の YouTube の方のインスタがあってそこをフォローしてくださってたので、うんうん、この方が、あ、多分私をワイパーじゃない方の YouTube で知ってくださった方なんですよ、うんうん、あ、じゃあ個人のチャンネルの方に来てくれた、はい、来てくれた方です、うんうん、ありがとうございます、うん、私はですね、編集のソフトは Adobe Premiere Pro を使ってます。うん、だそうです聞き取れなかったもん、全く。 Adobe Premiere Pro を使ってますかっこいい、はい、で、こだわりはなんだろう、画質とかももちろんなんですけど、 YouTube のこだわりはなんか楽しそうな様子が伝わって、なおかつ自分のやったこととかがもう日記みたいに残ってるっていうのがあのこだわりです。うん、本当に上手で、ももちゃんね編集、そうなんです、そうなんですじゃなくて、いや、そうよ、違う、間違えた、あの、そうなんです、ワイパーのあのリナさんとの動画とかは基本的に私が編集してるので、うん、あの自分たち の、 そのリアルな会話とかをそのまま自分で編集で生かすことができるので、うん、それがあの自分の強みかなと思います。うーん、はい、っていう感じですね。私の個人の YouTube も結構アメリカにいた時からやっていたもので、まあ、なんかちょっと自分のプライベートのパーソナルな部分を見せすぎたので、うんうん、昔の動画はちょっと今非公開にしてるんですけど、ちょっともう個人情報だな、うんうん、漏れみたいな、ね、感じになってたので、ね、今はその動画はないんですけど、最近新しくそのそういう自分の記録だったりとか日記みたいな感じで思い出をこう詰めていく YouTube 始めたので、あ、それこそそこで DIY とかもやってるので、うん、よかったら見てください。見てみたい、見てみましょう、はい、うん、見てくださいちゃっかりちゃっかり宣伝言ってんな、はい、宣伝言ってますなのでよかったら見てくださいっていうことで、はい、私の質問いただいた方ありがとうございます、うん、ありがとうございます。はい、では2人へのそれぞれの質問この辺にして、はい、また戻っていきます、はい、次の質問は、 YouTube では標準語ですが方言が出ることはありますか、っていう質問いただいてます。うーん、確かに私たち2人で会話してるときは出ますよね。出るね。なんか今はこうカメラを前にして、うん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 、敬語で皆さんにお話ししてる感じになるからあれだけど、2人で喋るときは出るね、ちょこちょこ出ますよね。うん、でもなんか結構バラエティとかで紹介される博多弁はちょっと誇張しすぎなとこあるから、そこまでは出てないと思う。そうかもしれない。語尾とかにちょっとつくぐらい。東京とか、まあ、標準語話される方からしたら語尾とかがなんかこうイントネーションとか、うん、なんか 変っていうかその違和感があるっていうのは多分方言ですよね、うん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 、でそれこそこの間 YouTube のコメントにいただいてたのが靴、うん、靴なんか書いてなかったですか。書いてた書いてた書いてた。な、私たちなんて言います。靴、靴、靴なんだ。靴なのかな、うん、この靴がとか言ってたら、うん、このイントネーションは九州の方のでしょうか、みたいなことが書いてあって、うん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 、なんか気づかないうちにそういうね、うんうん、ありますよね。あるある、もうそれが標準だと思ってることはあるかもね。だからやっぱり自分の中で私あんまり方言強くない方だと思ってるんですよね。うんうんうん、なんとかやっけんとか、なんとかちゃとか、うん、なんとかなんやろ、なんとかったいとか、あんまり言わない、言わないですよね、リナさん。あんまりそんな言わないですよね、うん、けどやっぱイントネーションとかって分かんないですよね。そう、イントネーション系で言ったら結構言ってるのかもしれない。うん、いろいろなんかありますもんね、こういう違うんだみたいな、はい、うん、でもね、県外の人ってそれを求めてくるとこあるよね、なんか女の子に。わかります、ね、博多弁喋ってよみたいな。そうそうそう、あれ一番マジで困るからやめてほしい確かに なんかテレビとかでは、あの水筒よみたいなやつあるじゃないですか水筒とそう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 いうイメージを持たれてる方も多いかもしれませんけど、
方周辺に住んでる人でも割とそういう言葉は使わないかもしれないです。そうそう、はい、まあコテコテのやつが聞きたいときは言ってくれたらはい、はい、いい声で言っちゃいますよ。いい声でなんか言ったらいいんじゃない何します？マットウケン。お来たマットウケンだそうですよ皆さん。これはもう6月末のネイジャパとワイパーのイベント、これは聞きに来るしかないですよ。福岡でマットウケン。おっとはい、来るしかないですよこれは。マットウケンいただきましたよ、うん、マットウケンなので、うん、ぜひ6月じゃない、間違えました、7月の1週目の土日ですね、うん、イベント、ビッグイベントが福岡のワイパー実店舗で行われますので、はい、ぜひマットウケンっていうことで、ぜひマットウケン、お、ぜひマットウケンなので、ぜひマットウケンなので、はい、お待ちしております。はい、お待ちしておけんはい、次行きます。はい、次、めっちゃファンです。休みの日何して過ごされてますか？これも先ほどのように、もうさっきだね、そうそう、うん、釣りゲームだね、私は、うん、私はもう平日は学校だったりここに来たりで忙しいので、うんうん、DIY したり、うん、あとはたまに少しモデルのお仕事とかを土日でやったりとかしてます、うんうん、おー、この前ブライダルしてたね、うん、あ、この前ブライダルしてました。素敵でしたわ。ブライダル楽しかったです。なんかドキドキワクワクみたいな、うん、初めてドレス着たので楽しかったです。美しかったよ本当。ありがとうございますけどりなさんもいっぱいなんかそういう撮影とかやってるじゃないですか、うん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 、あれってなんかサロンモデルとかも土日とかもやるんですか？土日もそうですね、やったりとか、うんうん、空いた時間に入れていくって感じですね、サロンモデルとか、うん、その辺もやっぱ自分で管理していろいろね、うん、なのでりなさんに何か依頼がある場合はももにもお願いしますなんかいろんなことをやっていきたいねっていう風に2人でも話してて、うんうんうん、なんかね、いろんなワイパーのモデルの活動とか今やってるそれこそサロンのモデルとかに関わらず、うんうん、なんかいろいろできたらもっともっと2人でやれることも広がっていくんじゃないかなっていうので、うん、いろいろやりたいなって感じなので、はい、ぜひ、なんか何かあればお待ちしてます。マットウケン、マットウケン、フル活用、フル活用乱用していきますこれからはい、はい、ということで次いきます。はい、いつも奥さんと楽しく YouTube 拝見してます。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しいです。これはもう特に私たちがね、そうなったらいいなって思ってたことなので、うん、すごく嬉しいです。本当に本当に少しずつでもね、うん、いいか、女性の方がね、うん、増えてきたりとか、うん、今日も実は店舗にちょっと顔を出す機会があって降りてたんですけど、うん、女性の方がすごくいらっしゃって、うん、ほんとほんとほんと、ね、びっくりですごく嬉しかったですよね。昔ちょっと前までは考えられないぐらいなんかいた気がした、うん、なんかカップルの方とか、あとはまあご夫婦だったりとか、うんうん、女性一人も今日いらっしゃいましたよね、うん、ほんとびっくりしました。ありがとうございます、うんうん、嬉しいですね。なのでこれからも私たちなりのリアルな感想でミリタリーレディースコーデ提案できたら嬉しいなと思うので、うんうん、はい、よかったらいろいろとチェックしてみてください。はい、はい、嬉しいですね。お願いします。ありがとうございます。はい、次は綺麗めに着れるミリタリーコーデ奥さんに紹介したいですっていう質問いただいてます。うんうんうん、何かありますかってなったらもうあのももちんのあれじゃん。あ、綺麗めですもんね。ね、あのトップス、トップス海軍のあれはもうね、押しすぎたっていうぐらい押してますからね押しすぎかな。でもあれ本当にもう大好きで、うんうんうん、迷ったら着ちゃうんですけど、うんうんうん、イタリア海軍のボートネック T シャツ、サマーニットみたいになってる半袖のものなんですけど、あれですね。あとは以前動画でもご紹介したワイパーインクでカスタムされてるイギリス軍オールランクスのパンツがすごく可愛いです、うん、はい、今日のこれもめちゃめちゃ可愛い。あ、今日これあれです、フランス軍のリネンシャツです。これはめちゃめちゃ可愛い。可愛いですよね、ベストで。うん、ベージュはめちゃめちゃ使いやすいと思う。うん、使いやすいです。今はシャツと合わせて軽く着てます。うん、で、偶然にもベストかぶり。あ、そうそう。私はもうカジュアルにね。うん。アルファのベスト。アルファのベスト。うん。
これもよく見ます、ね、人気ですよね、うん、社内でも着てる方が多いので取り入れやすいアイテムだなって思います。意外とほらもうシンプルになりがちだから、うんうん、アクセント入れたいときにさっと羽織るだけっていう、確かにすすっていう意味ではベストおすすめです、うんうん、ミリタリーベストって可愛いのたくさんあるから、うん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 、男女問わず取り入れやすいかなと思います。はい、はい、次いきます。洋服を選ぶときに大切にしていることは何ですか。はい、何でしょうか。私はね、なんだろう、まあ、着回しが効くかどうかとか、うん、バランス、バランスですよね、うん、なんかやっぱりこういうモデルで撮影とかする時も結構このアイテムをポンって渡されるっていうか、うん、アイテムがポンって出てて、それにこんなんいいんじゃない、こんなんいいんじゃないって言いながら2人でコーデ組んだりすることもあって、うんうん、そういう時は結構バランス大切にしてますよね。ね、丈感とか、うん、まあ、自分のそれこそさっきの骨格に合ったコーデなのかっていうのは気にしてますね、うん、気にしてますね、うん、なんかここ重すぎるからここで抜こうとか、そうそうそう、なんかそういうのを結構考えてますねいつも、うんうん、なのでいろんな 場面に使えるような服っていうか、なんかこうここでやりすぎた時はここで抜こうみたいなアイテムをいくつか持っておくとバランスが取りやすいのではないかなと思います、うん、ですね、はい、まあ、靴が一番大切かなと、うん、最近実感しました。そうそうね、サンダルとかでちょっと抜け感出したりとか、靴だけで抜けたりするもんねだいぶ、うん、なのでそういう着回しとかが気になる方は GU コーデのルックブックとか最初に挙げたルックブックとか見てみてください。はい、はい、そういう感じです。はい、次が最後の質問です。あ、もうそんな時間ですか。はい、結構話しました。もう1時間弱ぐらい話しました。あ、めっちゃ早い、はい、めっちゃ早いですね。では最後の質問読みます。はい、モデルでの撮影や YouTube の動画撮影で面白かった、うん、印象に残っているようなエピソードはありますかっていう質問いただいてます。うん、ありますか。面白かったエピソードてかありすぎますよね常に笑ってる。でも私ね、一個本当に忘れられないのがあって、うん、まだももちゃん入る前だったんだけど、はい、ソーズさん、カメラマンのソーズさんと、うん、LL 氏と、うん、私で3人で撮ってて、うん、なんかその日撮影の、上のお部屋、うん、お部屋でなんか音楽流してて撮ったの、撮ってたのね、うん、あのスマップの夜空の向こうっていう曲あるじゃん、うん、それがかかってて、うん、でなんかソーズさんが、うん、あの LL 氏に、うん、イさん、あ、イさんって LL 氏大丈夫です、多分分かってLL 氏この曲知ってるみたいな、うん、やっぱ韓国だから、うんうん、ね、スマップの曲とか知ってるのかなって感じで多分聞いたんだと思うんですけど、うんうん、でそしたらもちろん知ってるよみたいな、夜空の向こう側だよねみたいな側向こう側みたいな、なんかもう私もうめちゃめちゃツボで、それがもう今でも忘れられないそれあれですよね、あの小さなことだけどあの絶対に記憶から抜けない面白いやつですよね。そう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 、私めちゃめちゃ面白かった。本人覚えてるか分かんないんだけどなんか惜しいのになんか全然違う言葉になっちゃってみたいな、ちょっとそういうのたまにありますもん ね多いですよね。面白い、面白いわ。夜空の向こう側夜空の向こう側みたいな、しかもそこまで合ってるのに最後って感じです。そうそうそう、それが私の面白いエピソード。なるほど、もう超具体的なエピソードがそうそうそう、なるほど。私はもうあの基本的にいつも、うん、あの NG あるじゃないですか。うん、そうね、2人で撮ってる時、そう2人で撮ってる時とかって特にそのお互いに慣れてないし、うん、なんかなんて言っていいかわからない時とかやっぱり言葉に詰まっちゃったりとかして、うん、なんか焦りに焦ってなんかもうわけわかんなくなっちゃったりしてあるね。もう基本的に今日もうまくいってるかわかんないんですけど、うんうんうん、なんか本当口が回らないとかあるじゃないですか。もうなんかどん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 テンパって、うん、何回も同じこと言ってる時あるよね。そう、あれなんて言ったっけとか言って皆さん急にフリーズしたりするんですよ全部消える時ある頭から。そう、あとその商品の名前をちゃんと
覚えられないんですよね、うん、なんかさっきも言ったみたいにフランス軍のリネンベストとかなんかそういうワードでは覚えれるんですけど、うん、なんか実物なのかとかユーズドなのか、うん、デッドストックなのかとかなんかそういろいろ来た時にやっぱり私たちまだミリタリー初心者みたいな感じなので、うん、まだまだ勉強中っていうのもあって、うん、そう難しいんですよね。マジで難しい。やっぱ間違ったね情報をお伝えしたくないので一生懸命覚えるんですけど、そうやっぱもうごちゃごちゃなっちゃってごちゃごちゃなっても口もなんかもっきょからのことになってもうなんかあみたいな、うんうん、でそれでも笑っちゃってもうスイッチ切れちゃってもう笑いが止まらないみたいな感じで楽しく撮影してるんですけど、もうそれが一番面白いですね。面白いね。そうっていうのを動画の最後につけたら面白いんじゃないかなと思って、うん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 、あの最初の動画と、2本目の動画は多分ないけど、うんうん、3本目からあのその動画の NG カットを動画の一番最後に載せてるんですよ。あの見てもらったら本当に元気が出るぐらい面白いっていうか笑っちゃうと思うんですけど、うんうん、それがあのいつも日々の印象に残った面白いシーンエピソードなので、うん、よかったらあの動画の最後に NG シーンがあるんだなっていうことであの見てくださったら嬉しいです、うん、はい、最後までぜひ見てみてください。ぜひ見てください。でそれがたまったらあの NG 集みたいないいね一本で、そう、うん、あのリナモモの女子会の動画の NG 集とか載せれたらもう多分相当面白いと思うので多すぎて結構長編になりそう。いや、なるかもしれないけど、まあ、定期的にもう年にあの季節の変わり目とかに仕込んでいこうかなと思ってるので、うん、はい、私が貯めておきますので、はいはいはい、これからも安心して NG を出していただいて大丈夫です。私もめっちゃ NG 出すんで、ね、心が軽くなった。それは心が軽くなりましたね、うんうん、それが皆さんに楽しんでいただけるコンテンツになるということで、はいはい、なので今日の動画にももしかしたら最後に NG シーンがついてるかもしれません。あったかな、 NG 結構でも、ね、今日うまく喋れちゃった。そう結構いいんじゃないの、はい、いいんじゃないの。なんかいろいろ鳴ってたけどね、いろいろ鳴ってたけどね。もしかしたらそこもバッツリカットであの何のことってなってるかもしれないですね。あ、そうね、皆さん、はい、っていう感じで、うん、NG シーンもしかしたら流れるかもしれないですね、はい、なのでこれを機に最後のところのシーンだけでも前の動画遡っていただいたらちょっとクスッと笑えるんじゃないかなと思います。はい、見てみてください。見てみてください。ということで、はい、質問終わりました。はい、ありがとうございます。たくさん本当に答えられてないものもあるんですけど、はい、もうめっちゃびっくりするぐらいいただいたので、うん、本当にありがたいです。ありがとうございます。はい、なので答えきれなかった質問はまたもし機会があったらこういう風にリナモモラジオやりたいと思うのでそこでお願いします。はい、またいろんな質問をしてくださると嬉しいです。うん、ということでどうでした？どうだった？楽しかった。まあでもこれでね、あの、うん、初めて見に来てくれた方も知っていただけたらいいなって感じました。ですね、うん、私たちはこんな感じでなかなかよく、うん、楽しくいつも動画撮っておりますので、はいはい、いろんな動画これからもやってほしいこととか、うん、聞きたいこととかお気軽にコメントとかインスタの DM とか送ってくださると嬉しいです。はい、お願いします。はい、お願いします。ということで1時間ぐらい喋りましたが、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでまた次の動画も楽しみに、うん、待っていてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。終わり方合ってるかな。いいの。はい、では、はい、次の動画も楽しみに待ってください。はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。そういう感じで、うんうん、何テロってこと？電話？いう感じです。